木杉ひとみ役の藤原紀香です。木杉愛役の剛力彩芽です。木杉類役の高島玲子です。ちゃんと明治時代っていう時代もリスペクトして、うん、そしてキャッツアイという北條先生の作品もリスペクトして、すごく楽しい、華やかな舞台になるんじゃないかなと思ってますけれども、どうですか？もうもうそもそももうお話いただいた時からわあセクシーなお二人だっていう私は印象だったんですよ。まずどうしよう、なんか私どうしようって思ったんですけどセクシーよ、ありがとうございます。いやでも愛ちゃんは本当にボーイッシュな女の子なんで、もうそっち路線で振り切っていこうと思って、うんうんうん、でもセクシーな妖艶の中に本当にかっこいいたくましさとか強さをお二人持ってらっしゃるので、はい、もうここはもう私は三女としてもうとにかく甘えて甘えまくってお芝居を一緒にやらせていただこうかなって、はい、どんな三姉妹になるのかなっていうのはすごい楽しみです。魅力的な愛ちゃん、いやちょっと頑張ります。本当にで妖艶なセクシーさを持つ計画を全部練ってくれるルイネさん、いやもう私本当に常に冷静沈着で大人の魅力の、うん、まあ、ルイ姉さんということで、うん、私個人とは全く違ったキャラクターなんもんですから、逆に演じやすいと思ったんですよ。要するに自分のキャラともうそっくりだとちょっと照れてきちゃうんですけど、でもなんででしょう、本当はここをね、愛ちゃんからこのルイのこの年、現実の年の差ってものすごいんですけど、はい、こうやって話しててもなんか年の差を感じさせないこの会話の、うん、本当姉妹みたいな、いや嬉しい、そう、本当ありがとうございます、ね、はい、で年ちょうどの次女でっていう、はい、これ結構今日本当に今回制作発表というんでしょうか、はい、できて、あこの姉妹もとてもいいなと思いました、うん、なんか気を使わないちょっとこう家族っていうんでしょうかね、そういうふうに思えたので、明治座キャッツアイ、キャッツアイに不可能はございません。それがこう体現できるようなね、そんな素敵な舞台にしていきたいと思ってます。皆さんのハートを盗んじゃいます素晴らしい、はい、もうこれで十分ですよ、これで十分じゃないですか、お客さんにお願いします。皆さんもう十分ですよ、最後に言ってもらえばよかった。本当にこう、ね、もう日本を代表するというか誰もが知ってる作品で、また新しいオリジナルで脚本をやらせていただけるっていうのも本当にもう楽しみですし、やっぱ明治座150周年ファイナル公演っていうのがもう何よりも本当に記念すべき最後の、ね、作品、最後の作品というかファイナル公演にふさわしい作品になるぐらい本当に華やかなんじゃないかなって、私自身も楽しみなので、ぜひ皆さんにも楽しんで幸せになっていただけたら嬉しいなと思っております。ぜひ楽しみにしていてください。少しでも末永くこの作品がこう心に残るような、そんな作品に一生懸命みんなで力を合わせて、うんうん、頑張りたいと思っておりますので、本当だったら本当に最後のね一言は最後締めていただきたいと思っております、ね、はい、みんなお祭りですよね、今回お祭りだと思います、本当にお祭り、はい、もう演出家さんや脚本家さんや、はい、もう皆さん明治さんのやりたいことを詰め込んだ最後のファイナル、うんうん、はい、お祭りなので絶対楽しいと思います。ぜひ皆さん明治にお出かけください。2月6日から3月3日まで東京明治座にて舞台明治座キャッツアイを上演いたします。キャッツアイに不可能はなくてよ、劇場でお待ちしています。